そこにね、ホテルモンシェリーがある。あれ高いと思うんで。ほいでね、ちょっと話変わるけどね、これメモの人、今日ね、金ね、10万でも借りれるんですけども、わし外に出てね、なんか六本木ヒルズでも3回、これで行っとるけどね、ブロブロブロ。そういう性格なんやけど、外出時ね。ほいで今日もね、だからタバコ拾い、この題名は、金借り取ったタバコ拾いには来ないってな。朝、あとね、今時これがあるからね、昔はね、13年前はこれなかったんですわ。その時はな、うろうろしたかな。まあ、とにかく出る前やけど、することがなかったんですわ。昔あったか、目黒のね、東京、喋るか、東京行ってね、うろうろして、渋谷のね、うろうろして。で、夜中になって、目黒の市役所で湯沸かしたことあるけど、その時あったか。まあ、そんな話よ。まあ、そういうことですわ。以上。朝までおって、朝の花園でタバコを拾いながら帰ると。またこれ運動になるでしょ？そういうことです。発想も出るでしょ？まあそういうことです。変なのがおるわ、世の中は。